タタ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 タ。水曜日のダウンタウン見てました。水ダウン見てた。すぐ寝れそうだって。え、まだお風呂入ってない。今日これから入ります。配信が終わったら。お風呂入りたい早く。これは配信を一日中パジャマ、私が今日の朝来て洗濯するから今来てる。そうですね、明日は公園、雫公園。そう、ハッツの卒業公演ということでね、リハもしてきましたし、卒業公演、そう、公演私めっちゃ出る、ビビった。なんか結構、私25日もさ公演出るけど、その日イベントなんですよね。私どういうスケジュールなんだろうって思って、大丈夫かなって、結構私いろいろ大丈夫かなって思っちゃったんですよね。まやか歌唱力、あ、そうなんだ。歌唱力いつだろう、ライブ。25。25なんだ。なるほどね。昼ビッグサイト、夜劇場。え、やば。売れっ子？これして。ね。そう、私仕事集中するときにめちゃ集中するってか。もしかしてだけど、もしかしてだけど、24も公演ですね。そうだ、飛騨綾のね、卒業公演があって、20、21、24、25。え、めっちゃ公演出るやん。堺じゃなくて、あ、待って、酒井さんか、結婚したの間違えたかも。間違えた、すいません、間違えました。酒井さん、ご結婚おめでとうございます。ああ、ネタバレしちゃった。だって、え、ごめんなさい、ダメだった、やばい、すいません、ネタバレ、ネタバレすいません。ちょっと待って、すいません、すいません、録画勢だって、うわ、ごめんなさい、すいません。ごめんなさい、嘘です、嘘です、小峠さんです。ごめんなさい。ごめんなさい。え、やばい、20、21、24、25公演。え、びっくりだ。
やばいですね。明日もね、朝から夜までなので勝負できるかなって感じなんですよね。うん、すいませんけれども、うん、いやー、イエイ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 たらイエイイエイイエイ。え、七からもらったお花ずっと置きっぱなしにしてた私の熱帯部屋でドライフラワーになってる。でも刺します、うん、枯らしてはないです。枯れてない、生命力強め。マジで枯れてない。お花かわいいね。お花嬉しい。お代理サイタル楽しかった。今日もずっとお代理サイタルのこと考えてました。なんか昼寝したんですけど、お悩みサイトルのこと考えながら寝たらその夢見れるかなって思って、あのお悩みサイトルのこと考えて寝た。うん、なんでテロップ謝ってるの？だってなんかネタバレしちゃったから。ライブっていいね。だっていいよね。
たまごっち元気にしとるだってもしてますよ。今日もたくさん餌あげてご飯食べてもらっておやつもあげたし、なんか幸福度みたいなのも満タンにしてるし、たまウォークも抹茶したし、めっちゃゲームもしたし、今日もアクセサリー買ったし、家具も新しいの買いました。うん、初めて来ただってありがとう。過保護だねだって。そうめっちゃ大切に育ててます。後ろにいる顔は何ですか？あれはマメッチです。たまごっちのマメッチ。ネイルかわゆいね。だってかわいいでしょ。薄紫。自分のアクスタ大量にいるのどういう気分だって。え、全然嬉しいなって。グッズ作れて、グッズ作れて嬉しいなっていう気持ちかな。うん、アクスタ可愛いだって。腕組んでるの特に好きだって。これね、なんか髪の毛がさ顔にかかっちゃってんだけど、修正できなかったんかな。まあしょうがねえ。それも味ありのままでだって。アクスタ完売おめでとうね。びっくりした。アクスタもペンライトも売り切れでね。アクスタどこで買えますか？まだね、通販ね、発売まだ決まってないけど、ネットショッピングだけをする予定です。お題リサイタル T シャツ寝巻きにしてます。イエーイ。大リサイタルのさ T シャツさ、スタッフさんとかもみんな着てくれててさ、ヘアメイクさんも、そう今回はスタイリストさんもついてくれてたんですよ。だから衣装も用意してもらって、だからさみんな着てくれてて T シャツを、なんか嬉しかった、うん、朝起きたら親に笑われましただって。なんで？シリコンバンド毎日出勤時と帰りにつけてる。嬉しい。Tシャツのエリナちゃん顔かわいい。やったぜ。レッティ。ひななも来てくれたし、なんかスタッフさんもみんな来てくれてた。カメラマンひななさんかっこよかっただってね。いっぱい撮ってくれたよ。早く載せたい。
真めっちゃありますよ。ひななお誕生日おめでとうだって。ね、おめでとう。22歳。マジさ、ひななが、ね、写真撮りに来てくれなかったらさ、カメラマンなんてさ私のライブに来てくれないからさ、だから嬉しかったですね、いっぱい撮ってくれて。なんか振り返れるじゃないですか、なんか、うん、いろんなの。柱の会のひなさんには乗りません。これは YK エージェントの私、そう、私のソロライブなので AKB とは関係ないので乗りません。でも私の SNS に乗ります、うん、YK をフォローする勇気が出ません。え、勇気いるの？テロップに目がかかって残念。すいません。佐藤さんがひな社で記事を書いてた。そう、私さ、次の日めっちゃ朝早くてさ、眠気まなこで記事に載るから写真を選んでくださいって選んだよ、載せる写真。YK のインスタストーリーほぼ小田エリナ。YK。嘘。インスタストーリーも消えちゃった。お題リサイタルスタッフより。すごい。いやもう YK エージェントの投稿に載ったの初めてだ。アットホーム事務所でいいねだってアットホーム事務所、最近アットホーム事務所になってきました。リサイタルペンライトめっちゃいいだって。あら嬉しい。タノパイセンとかたまに見かけたりしますかって。タノさん事務所の中で一回会ったことあるかな。でも主にすれ違うの子役の方々とか、子役の方、子役さん主に会う。
美味しいピザ屋さんまだありますか？あると思います。今月の話し会行きます。待ってます。ボイパいけるんじゃない？やってブー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 ツクブー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 ツクバーツクブー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 ツクボーツクブーツクボーツクブーツクボーツクブーツク。うまそう。練習しようかな。明日ビバハリケーンのなんか1番と2番の間のさ、本気は止められない、バッとプツクバッツクパッ、なんかボイパ、ボイパみたいなのあるよね。やっちゃおうかな。本気は止められない、あいまでこんどしてチュ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 みたいな。じゃあマイク通さずに一回やってみました。やって怒られてほしい。だって怖っ。明日ちょっと卒業公演なので申し訳ないからそれはできないけど、マイク通さずに一人でやってみます。うん、一人で勝手にそこを楽しんで楽しみます。ね、卒業公演がね続くよね。寂しいですね。卒業がいっぱいで、なんかね、卒業旅立ちの夏ですけれども、卒
ツイッターでお題になって調べたら、なんか私も卒業することになってるツイートがあって、えって、あ、間違えましたみたいな、あって、そう、えって、あれ、私もあれやめるみたいな、あ、そうなのみたいな、あれって、いつアップしたって思って、あれって思って、あれ、お便りも発表しましたっけみたいな感じのリプがあって、すいません、見落としてましたみたいになって、えって、おい大事大事と思った、うん、おいおいおい、そこまでのやつが語るなってそこまでのやつが語るなよって、そこまでの、そこまでの、マジで申し訳ないですけれども、そう、ちょっと今の過激発言だかもしれなかったけど、いや、そこを間違えるやつ語るなと思いました、うん、すいません。正しいですか？あ、よかった。正論だった。よかった。寂しいよね、ピエン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 、ピエンヌ、エリナさん、失言ではないですよ、ありがとう、すぎょうって言葉最近聞くのつらいやって、まあでもいつかはね、みんな通る道ですから、連続で来すぎて辛い、そうだよね、ね、続いてるもんね、めっちゃ悲しい気持ちになりました。でも私が卒業するってなった時はちょっと悲しい気持ちになってほしくないんで、まあ、悲しくないような、悲しくないぐらいの、なんだろう、悲しくない、卒業が悲しくないくらいの人間になりたいですね、うん、自分は。発表前に匂わせてなんて、絶対嫌です。てか、なんか卒業しないでねみたいなのも言われるのも苦手なんですよ。なんか卒業さあみたいな、卒業しないでみたいな、卒業するのみたいな、なんか苦手、言わないでほしい、うん、まだ卒業しないでも苦手、
から卒業しないでだって、えなんでなんでっていうかえなんでなんで、すいません、まあ、いつかは卒業しますけれども、そうだったらもう早く今やめろって、ね、感じかに思う方もいますけれども、そうね、なんかさメンバーとかのさ卒業するのみたいなよく聞いちゃったりさ、なんかする人いるかもしれないんですけれどもね、なんかやめてほしいな、やめてあげてほしいなっていうか、なんかやめてほしいっていうか、なんかね、なんかね、みんな卒業の2文字にも神経質になってるじゃあなんて私はなんじゃあ違う言葉でじゃあな私はでも対処とかでもないもんね、私 DH さん所属じゃないから対処します、違う、私は下脱します、勇退させていただきます、ね、どうしよう、なんかね確かにみんなね今そういう卒業の荷物に敏感になってますけれども、そうだよね、うん、いつか来ることなので、うん、今日の公演は発表がなくておーって声が漏れたらしいだって、はあ、そっか、すごいお花の匂いするって思ったらお花持ってたなんかすごいなんかお花の匂いするなすごい思ってたんですよね、ずっとなんかお花持ってた、うん、30分ぐらい持ってる、マジで。お花欲しくなってきたって、あげないよ。あげないよ、お花。
テテテンテテテンテテテンテリン。これもらった。もらったのお花。もらった。マイヤヒマイヤハマイヤハ。こんばんは。明日朝から夜までなんだよ本当に。公演の前もレッスンだし、公演が終わった後もレッスンがあるんですけど、そうハードスケジュール、うん、ね、配信できるかな明日、ちょっと分かんない。そして明後日も公演、明後日も公演の前にまあいろいろあって、そう、もう大変なのよ。そうなのよ。今年も夏は忙しそうだって。そうね、うん、夏バテ気をつけます。お代理に結婚相手は握手会の会場で探せって言われたんだけど、本当に探していいのかな。でも趣味が合う人はね、いいんじゃない。趣味が合う人とさ、なんか話してたら楽しいみたいな。でそれでね、なんかいろいろ発展することもあるかもしれないから、そう、まあいいっちゃいいんじゃない。うん。っていうことで言ったよ、っていう感じで言った、うん、でもなんか最近めっちゃ言うね、相談される、相談っていうかお話し会とかでもマッチングのやつで話してた女の子から返信が来なくなりましたみたいな、すごいショックでみたいな、そう、あ、でも大丈夫だよって、女の人は星の数ほどいるから、うん、まだ諦めなくても大丈夫って、女の人はこの世界に一人だけじゃない、この世界に星の数ほどいるからまだ大丈夫だよって言った。そう、みんな悩むお年頃なんですね、うん、テテ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 
てて花持ってるお代理かわいい、どうもあざまる水さん。まあね、みんなに幸せが訪れるように私もね、はい、思ってます。みんなのこと、みんなに幸せが訪れますように、みんなに幸せが訪れますようにって思いながら今日は眠りたいと思います。皆さん本当に幸せが訪れますようにということでね、じゃあ本日の配信は終わりたいと思います。本当に幸せが訪れますように。では最後におランキングを読みたいと思います。幸せが訪れるようにって願っておランキングを読みたいと思います。いきます。ではいきます。13位マコピー、12位ヒノト、11位アキモン太郎、10位ヒノト、あ、間違えた、13位マコピー、12位ヒノト、11位アキモン太郎、10位ヒトクマサトル、9位クルリン、8位筋肉愛好家、7位マヒラ、6位 YS73、5位ユリエ、4位ボマ、3位ミヤちゃん、2位スミグルイ、そして1位はパオビスカス。ありがとう、皆さんに幸せが訪れますように。では本日の配信はこれで、こんにちはオダエリナです、インドネシアから来ました。え、僕神奈川ナウ。じゃあみんなにね、幸せが訪れますように。ではおやすみなさーい。